JTPS-100 は航空自衛隊のレーダー装置。レーダーサイトを保管して、機動的に運用される移動式3次元レーダーであり、M3D と称される。製造は日本電機であり、初号機は1971年に納入された。航空自衛隊では、第二次防衛力整備計画の重点事項として、自動警戒管制組織の建設を進めるとと,ともに、 これと組み合わせるレーダーサイト用の3次元レーダーとして JFPS-1 の導入を図っていた。一方、航空自衛隊による航空警戒管制組織の運用が開始された当初から航空脅威の増大に対する高端性や低空目標監視能力の不足などに対応するための移動警戒管制システムの必要性が訴えられてきた。二次防では バッチ関連事業が優先されたために棚上げされていたが、これらの事業が一段落すると、移動警戒管制システムの整備が本格的に検討されるようになった。1966年3月には、移動警戒隊の運用構想等が具体化すると、ともに翌1967年3月にかけて、日本電機と三菱電機、東芝に対して、 国産化検討調査依頼が行われた。これら3社は JFBS-1 の開発の際にも一択研究を受注しており、日電はフレスカン方式、三電は位相差方式、東芝はデフォカス方式を提案して、三電が採択されたという経緯があった。これに対し、本機の開発では日電の提案が採択されることになり、 1968年10月に決定された移動式3次元レーダーとして M3D と称された。すでに JFPS-1 の技術研究開発は1963年より開始されており、これによって得られた基礎技術やコンピュータを使用した信号処理技術を流用できたことから M3D では 技術研究本部による技術研究開発を行うことなく量産本機を取得することとされた。1966年3月にまとめられた最初の移動警戒隊運用構想案では移動警戒隊は防空指令所の代替機能としての役割を求められていた。これに伴い本機ではレーダー装置とともに式完成装置も構成に入っていた。その他、 各種通信装置や発動発電機などで構成され、車両は2トン半トラック40両余り、人員は約70名を要する大規模なシステムとなった。ただし移動系解体として、車両の自走展開のほか、V-107 ヘリコプター及び当時開発中の次期輸送機による空輸展開にも対応するように求められた。蒸気の経緯より、レーガーは3次元式とされた。 受信方式は2重スーパーヘテロダインで、アンテナはプレーナーレ式である。期待する性能としては当時運用されていた JFBS-20J 創作レーダー及び JFBS-6J 速高レーダーと同等ながら、速攻精度や同時処理目標数は緩やかな値とされた。信号処理は、探知、追尾が自動的に処理され、 洋撃機と目標機とのペアリング機能も有していた。指揮管制装置は、手動 DC 機能を発揮するため、エアシェルターで組み立てられた運用室に、監視管制用コンソール、鉱石表示板、対空無線及び、地上無線の端末装置等が収納されていた。また通信装置は、DC や隣接する SS、他の移動警戒隊、飛行部隊等との連携及び洋撃機等との、 更新のため必要な装備を保有していた。なお、運用方法では、バッジとの自動連接は見送ることとされた。1971年3月、イルマ基地において初号機が納入され、翌月より航空実験団による実用試験が開始された。当時、技術研究本部第一研究所の E 岡支所において、JFPS-1 の実用試験が、 最終段階に差し掛かっており、本機の実用試験も、同地で同時に行われたことで、JFBS-1 の試作機と、その試験班の協力を得ることができた。その後、同年9月より、母基地の三沢基地に移動して試験が継続され、12月1日には、同地において、臨時第一移動警戒隊が新設された。臨時第一移動警戒隊の最初の任務は、 和島分屯基地のレーダー乾燥に伴う中断対処であった。同基地では昭和47年度よりレーダーを JFBS-20 から JFBS-1 に乾燥する予定であったが、先に乾燥した他の基地と異なり、オペレーションチックが極めて狭いために、新旧レーダーを並行して運用する移行期間を設けることができず、j FBS-20 を撤去した後に JFBS-1 を設置することになっていた。しかし同地は日本海側正面の重要サイトであるために警戒の中断期間を生じさせるわけにはいかず、当初は共同校舎隊の捜索レーダーを活用する案も検討されたものの、最終的に臨時第一移動警戒隊の JTPS-100 を展開することとなった。 同体は未だ任務付与もされていない臨時編成部隊であったことから、北空司令官は臨時第1移動系戒隊の輪島移動訓練を実施し、中空司令官はこれに対する支援を行うとともに、レーダー情報の活用を図るということになった。1972年9月20日、臨時第1移動系戒隊輪島訓練隊は、自民39名、トラック15両に機材を満載して、 三沢基地を出発、約1000キロを走破して23日には、輪島分屯基地に到着し、10月18日より、電波を出して、訓練運用を開始した。1973年2月末に行われた、航空総体の能力評価では、24時間、連続運用で機材に不具合が生じて、不合格となったが、5月下旬の再評価では合格となった。 和島移動訓練は1974年3月末に JFPS-1 の設置が完了するまで継続された。ありがとうございます。